それでは皆様お時間になりましたので再開させていただきます続いての講演者をご紹介いたします森美術館特別顧問南城文夫様よりアートの知られざる役割と題しましてご講演をいただきますそれでは皆様拍手でお迎えください南城様よろしくお願いいたします よろししくお願いいいまますすはい、南でございます、えー、私の役割はですねあのやはりアートとその他諸々社会現象都市の問題とその関わりというのをまあ論じる立場かなと思います、えー、これまでもたくさんの文化関係者芸術家デザイナーその他諸々の方々をお呼びしていろんなお話を聞いてきましたで今日はですねあのアートの話を少し交えながら あのなるべくあまり具体的な事例を出していくというよりは、一筋の話で終えることができればと思っております。で、アートっていうとです、ね、皆さん、大体趣味の問題じゃないかと思っていらっしゃる、それから個人的な問題であるというふうに思っていらっしゃる、しかし実際には今、アートっていうのは一つの産業に育っています、そして社会と非常に深い関わり合いを持って進んでいるということが言えます。 えまず ICF の参加者を振り返ると、大変多くの方々が出ていらっしゃいます、実際には先ほど数字のご紹介があったように、これのまあ数十倍の人たちが参加しているということなんですが、参加した方の中には、ずいぶん有名な方々がたくさん入っていらっしゃいました、そういう方々のお話を聞くと、大変有益なことではあるんですが、これを表を作ってみようとすると、なかなか難しいんですね。 あのやっていらっしゃることと所属と業績がいろいろ食い違うんですつまりですね多くの方々がジャンルを超えた活動をしているとですからその人を分類しようと思うと分類がなかなかできないんですつまり境界線上で多くのことがなされているでそこに新しいイノベーションの可能性があると考えられるんじゃないかと思います でここでアートの小さな、まあ、短い歴史を入れたいんですけれどもこれはマルセル・ジュシャンという作家が作った「泉」という作品なんですがこれについてご承知の方はちょっと手を挙げてみていただけませんか、うん、半分ぐらいなんですよねただこれが現代美術の出発点と考えられていますあの一応ご紹介するとですこ、ねまあ、このサインにあるように1917年に マルセル・セディシャンというフランス人のアーティストがニューヨークで、えーまあ、これをアートだというふうに言うわけです実際には非常に複雑でアール・ムットという、えーまあ、サインをしてこれを題材に載せて公募展に出品をしたと出品したところがこれをみんなが拒否したわけですね実際には展示されなかったとお金を払えば誰でも展示されるはずなのに拒否されたと で実はマルセル・デュシャンは審査員の側に入ってたわけですそれで彼は非常にその怒ってですねこれをアートとして認めるべきだという議論を皆さんにふっかけるということになるんですねでここにあるこの写真はですねレプリカです1950年代に作り直されたものですね現物はもう失われて、まあ、存在していないと。 現物がどんなであったかということもアルフレッド・シュチークリッツという写真家が撮った写真でしかわからないんですね、一つだけ写真が残っているというものですけれども、まあ、大体こういうものであったろうと、じゃ何を彼は言ったかというとです、ね、これ、男性の便器、これを横に倒して通常の機能から切り離して台座の上に載せて展示すると、これは異様な形をした彫刻に見えるじゃないか。 これを彫刻であるあるいはアートであるというふうに認めたその視点の中にアートがあるんだということを言ったんですねつまり手で物を作らなくてもアートはできるわけですよまあこれ日常品ですか日用品といいますかね既存の存在もうでにできていたものをそれをアートとして押し出すということですね そうするとこれを選んだ目の中にアートがあるとそしてアートは日常的な事物でもできるしまたそれが主題になってもいいんだと何もヴィー,ーナスを描かなくてもいいんだということですそしてそれがあのいろいろな議論を巻き起こすと、えー、彼は観客の側があのアートを作ると見る側がアートを作るってことを言ったんですね つまり味方の側にアートが存在しているとそのデュシャンのこのレディメイドとも言われている作品のが演劇となってですね今の現代美術があると言えるんですねで例えば左の下アンディ・ウォーホルの「マリリン」ですね,ねこれはポップアートの、まあ、非常に代表的な作品ですけれども さっき話が出たような日,常品日用品、まあ、これは新聞の写真から撮っていると言われてますけどそういった新聞に出ている写真なんかを題材にしていいのかと言われるんですがそれでいいといいじゃないかこれが我々の現実だというふうに言うそれから左の上はミニマルアートドナルズ・ジャッドという作家ですねこれも切り詰めて切り詰めていってこの形になっていて。 そして普遍的にこれは美しいだろうとこういうことを論じているそして真ん中の二つですねこれはコンセプチュアルアートと呼ばれてます上の作品はどういうものかというとジョゼフ・コスースという人ですけれども真ん中に何気ない椅子が置いてあるとで左側にあるのはその椅子をこの場所で撮った写真が壁にかかってるんですねそして右側にあるのは椅子という言葉の辞書にある定義が書かれている つまり言語的な定義とそれからイメージとしての椅子と現物の椅子が3つ並んで提示されているとそしてここで椅子とは何かという問題になるわけですね下の作品は河原恩という日本人が作っている作品です1966年からずっと日付を書いた絵画だけをやってきましたまあ朝行ってですねキャンバスを作って 自分の手で作って、そしてそこに日付を書いて、箱に入れてまた戻ってくる。と。1年間に200点ぐらい作ったと言われています。まあ、こういう作品が出てくる。そしてさらに進むと、まあ、テクノロジーがどんどん進みます。テクノロジーというのは、アートにとっては筆と絵の具と同じですから、テクノロジーを使っていろんな作品を作ることができる。 そうすると右の上これはバイオテクノロジーを使っています、えー、組織培養という技術を使ってゴッホの耳を作り出しているこれは生きています要はあのこういう液,液体の中で,です、ね、生きて生成されたものですねそういうものもアートとして登場してくるそして下はですねこれ実はあのチームラボというのを作ったお台場のボーダレス、えー、伊藤さんと私が写ってるんですけど 1>, まあ1万平米のスペースがデジタル技術によるプロジェクションで埋まってるわけですよねそしてそれがインタラクティブになってる、まあ、人と人と反応するようになってるこれあのもう絵画を鑑賞するというような話じゃないんですね入っていって体で体感するというアートですこういうのをイマーシブアートというふうに呼んでます没入型のアートと。 1>, まあ1万平米はこういう状態ですからすさまじい空間全体、まあ、メタバースが実現化しているようなもんですねそういうものを作られるこれがチームラボのやったことそうなるとですねそういうアートを一体定義する方法があるのかということになってくるんですねで一番よく言われているのがアートはもはやコンセプトであるとコンセプトがアートなんだと絵を描くからアートじゃない 彫刻だからアートじゃない、まあ、彫刻も絵もアートですよしかしそれをやればアートになるって話じゃないコンセプトなんだとでコンセプトがあれば形がなくてもアートになるつまりものの見方が重要だっていう話が出てくるわけですでさらに進むと1960年代から70年代に活躍したドイツ人のアーティスト巨匠ですねヨーゼフ・ボイスという人がいますこの人の名前知ってる方もちょっと手挙げてみてください 前よよりちょっっと減ったような感じがしますボイスはですね競争ですね非常にいろんなことをやったんですが基本的にはそのやったことの遠減はマルセル・デュシャーに戻ると私は思ってますただ彼が言った非常に重要な言葉の一つに「社会彫刻」っていう言葉がありますアーティストは絵を描けばいいんではないと社会を変えていくことがアートなんだと まあ革命の主張に近いんですけれどもそうすると郵便配達でもアーティストになれるじゃがいもを剥く人でもアーティストになれるそのやり方が自覚的でクリエイティブであるならばそれはアーティストだとこういうことを言ったんですねですから社会変革ということが非常に大きな内容になっているわけですさて今 ビジネスの方でですね、アートセンキングが非常に流行ってるんですね。アートセンキングが大事だ。どういうつもりで言ってるのかなと思ったりするときもあるんですが、ちょっと調べてみました。企業のニーズ、不確実性が高まる中で、総合的な視点でビジネスを見直す力が欲しいんだと。あるいは、新しい発想で社会、人間、経済の必然を考える柔軟な思考が欲しい。あるいは、ビジネスの目標を再考する創造性が欲しいと。 ま目標を再考するということは、これが目標だと、まあ、1000万稼ごうとかね、単純にそういう目標を持ってビジネスをやってる時代じゃないでしょうと、それは例えば持続可能性に対してどういう影響がありますかと、そこまで考えて目標を作りましょうという時代になってきてるわけですね、ですから目標の再考ということが非常に重要になる、まあ、そういうことも求められてる。 もちろん教育人材育成ってこともアートの非常に大きな役割しかしですねそれはよく考えてみるとビジネスとアートだけじゃないですよねそういうニーズっていうのはあらゆる分野で必要とされてるわけですだからアートと何々といった時にここはビジネスだけじゃなくて教育もある経済もある技術もある介護もある 社会的な問題の多くのものはですねアーティスティックな想像力っていうものと結びつくということが可能なんじゃないかということなんです日本の問題たくさんありますよね、まあ、この前、えー、今回のキーノートスピーチといいますかスピーチをお願いしましたエマニュエル・トッドさんと話しました、まあ、彼の一番のサジェスチョンは日本に対してこの人口問題を解決しないと日本の未来はないよと ということを非常に強くおっしゃってましたしたかしです、ね、ここに並んでいる問題を考えても、少子高齢化の問題は当然、介護問題にも結びつくし、労働問題にもつながっている、それからエネルギー問題は資源問題にも環境問題にもつながっている、全部が連関しているんですね、ですからこの1つを解決しようとしてもうまくいかないことが多いんです、これは全部つながっている1つのエコシステムとして解決を考えなきゃいけない。 こここで総合的なな思考力が必要になるとこれはアートがやってきたことですよねさて ICF の出発点どうだったか私は思い出してみたんですまあ大量生産時代のね日本の経済,経済のまあ強さっていうものはとっくに失われたとそうすると日本は何をすればいいのかといった時にクリエイティブインダストリーしかないんじゃないかということを私は10年前に感じました でその時に日本がそういう方向に向かっていくとそして東京はその最も重要な拠点になるべきじゃないかとでそれはアジアの中で際立って見,見えなきゃいけない他のアジアのどこの都市よりもクリエイティブで文化的な街というものを打ち出すべきじゃないかと先ほど市川さんのお話にあったです、ね、東京の ID ということがありましたけど私はこれはやはりアート 芸術、文化、ここで突出するべきだと思うんです、その中にはもちろん、えー、経産省がクリエイティブインダストリーに入れている、例えば食の問題とかね、入れていいだろうと思いますよ、ね、芸術だけがすべてじゃない、しかしそういうことで優れた街だと、他のどこのアジアの街よりもそこが優れているということを打ち出していくべきではないかと思うんですね、そのような観点に立って、東京について考える。 そうすると当然、ライフスタイルのの問題ここれがどううななっていかということになりますライイフスタイル当然変わっていきますよね。まあ、これまで10年間いろんな方の提案を見てきましたけれども未来はこうなるんじゃないか今、こんな技術が出てきてこう変わるぞとアートも変わるし、まあ、車も変わるしロボットも出てくるよとバイオテクノロジーで子どももデザインされるかもしれない。そういうい時代に どううなるんだろうとおそらく選択肢がどんどん増えていくんですよね果たして人間にコントロールができるような選択肢の数かというふうに危惧を持ちますけれども、まあ、しかしいろんなものが同時並行で進むだろうと私は感じていますこれは私が最後に2019年にやった「未来と芸術」という展覧会に出た作品が一部映っていますけれども左の上は非常に新しい繊維を使ったファッション 中里優美さんの作品ですねそれから真ん中にある不思議な子供みたいなものはパトリシア・ピッチニーというオーストラリアの女性作家が作ったバイオテクノロジーを使って将来子供はこんな風に別な生物としてデザインされるんじゃないかというような事例を実際に彫刻として作ってるんですねものすごく精細な彫刻ですそれから右は演奏会で指揮棒を振るロボット 上は人工的に作られた肉ですね。これはオランダのアーティストでしたけれども、この人工肉を使ったレストランの提案をしています。もう予約を取り始めてるんですね。さて、そうするとライフスタイルの変化、都市にどういう影響を与えることになるんでしょうか。2つ大きい問題があると思います。これ持続可能性つまり 都市を作っている建築あるいはまあ大きなシステムというものが何でできているのかっていう素材の問題とエネルギー効率とか、まあ、人の動く効率とかそういうもの全てが持続可能性の問題として集約されるだろうと思いますでもう一つは都市の存在の意義っていうか意味ですね市川先生は都市は重要でこれからも発展するだろうということをおっしゃってましたけれどもこれもライフスタイルによっては 都市の外に住む人が出てくる増えてくるかもしれないまた両方に住む人が非常に増えているという現実もあるわけですよねそうするとこの集合取り分散ということが都市の育成を決める非常に重要なファクターとして存在しているんではないだろうかということが考えられます、まあ、まあいろんな都市がですね提案されてますよねこれはポメロイスタジアを作っている会場都市で ユニット上のブロックがどんどん増えていくことができると、そしてこの説明を見ると、ゼロエナジーと書いてますから、要するにまあ自給自足型のエネルギー供給でやれるということを言っています、これはパリ市のウェブサイトに出てるあの画像ですけれども、こういう画像がたくさん出てますが、パリ市は2050年のパリをこういう形で描いて、自分のウェブサイトに出してるんですよね。 東京はここんななとやってないですよね、まあ、つまりですねこういうその緑で覆われた建築によって、えー、埋め尽くされた新しいパリっていうものを彼らは描いているでこれはサウジアラビアのネオムですねあの真ん中にある一本の線のようなもの、えー、170キロのラインでできている都市ですちょっとこれ動画がくっついてるんで Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. 私は、ね、これがいいと思って見せてるわけじゃないんですよ、当然市川さんなんかのら見ればね、こんなことは不可能だし、実際にはエコロジー的には全然良くないだろうということになると思いますけれども、こういうものを構想して発表したわけですよね、サジア驚くべきことだと私は思うんですよ。 これガラスの壁に挟まれたとしそして端から端まで20分で移動できるというふうに言ってますそして全てのものが、まあ、すぐに手に入るまあ、要するにブロックごとに異なった街ででしている 170km 高さ 500m これできるわけないじゃないと思いますけどこれを構想するということ自体が意味ある そして最後にちょっと出しますのが,のが火星の家ですね NASA はずっとこのコンペをやってんですね火星に建てる家のでなぜかっていうといつか人はまあ宇宙に出ていくだろうとでその時に住むハウジングがどうなるのか地球からすべてのものを持っていくことはできないのだからこの火星の地表にある 土や泥を使って 3D プリンターで家を作るとでその中に地球環境を再現するそこに人間が住むというようなことを考えなければならないだろうじゃあその方法はどうなるのかどんな形の家になるのかということを、まあ、あ研究してるわけですねあなたがもたらすもの結局こういうですねできるかどうかわからないけれども いつかしなければならなくなるかもしれないような人間の生き方あるいはまあ環境問題に対しての一つのソリューションとしての考え方あるいは夢のようなファンタジーとしての考え方、まあ、いろいろな理由があると思いますけれども構想する力これがアートの力ですそして大きなビジョンを描くことによってそれに向かって未来を作っていく。 そのソリューションは何がやってくれるのかというとテクノロジーがまず解決してくれるんじゃないかというのはありますそれから目標の転換先ほど申し上げたとおり今までのと同じような目標を掲げて生きているのでは新しいビジョンは達成できないやはりそこでもって考え方を変える必要があるとそして多様なソリューション多様なやり方を認める必要があるので多様性を受け入れる社会 といううのが必要になるだろうとつまりアートっていうのはですね絵と彫刻のことではなくてものを考えていくきの非常にフレキシブルなプラットフォームだということなんですねじゃあ都市を作るってどういうことなんだろうと私はもう一回思いましたアートに大したことはできない具体的なことはできないしかしビジョンを描くことはできるそのビジョン何に基づくべきなのか そこに生きていく人の生き方がどうなっていくかということに対する深い洞察だと思いますこの洞察をもって都市をデザインすること誰がっていうことは言いません住んでいる人たちかもしれないだけどそれが最終的には人間を幸せにするまあアートっていうのは皆さんが考えているのも深い意味で未来を開くんじゃないかというふうに